どうも、たっちゃんです。今回はですね、またもやねオスモポケットのちょっとアクセサリーを買ったので、ご紹介したいなというふうに思います。で、自分が買ったのがね2アイテムあるんですけど、1つがもう結構ね、オスモポケット持ってる人だったら皆さん買われてるんですけど、これをちょっと購入してみました。結構ね価格が広くなるっていうことなので、これはちょっと嬉しいなというふうに思いました。でもう一つが、オスモポケットのコントロールホイール、買ってみました。これねちょっと後で説明するんですけど、必要だなっていうふうに思いました。なのでねちょっとこの2つをね早速ね開封していきたいというふうに思います。ということでね、まずねこれね、もうこれねあんまレビューする必要ないかなと思ったんですけど、まあ、せっかくね買ったのでちょっと紹介だけしていこうかなと思います。なんかちゃんとした箱に入ってますね。でこれパカッと開けるとこんな感じ、とってもシンプルですね。重さどれぐらいなんだろう。重さが約 4g という感じですね。はい、じゃあちょっとね実際にねこのワイコン、取り付けていきたいと思うんですけど、これ取り付ける時って、まずね起動させた後に取り付ける必要があるみたいです。で今もう起動させているので、ここにねあとはこう合わせるだけ。これだけでね、広角になってくれるっていうやつですね。別に動きも悪くないし、かなり広角になってますね。ちょっと分かりづらいんで、映像をちょっと撮ってみますね。こういう感じになります。でこれが、今ねワイコンをつけてないバージョンです。でこれに、ワイコンをつけると、これがワイコンを取り付けた画角です。で、ワイコンを取り外すと、こんな感じ。これ結構やっぱり画角って広くなりますね。で、これが今ね、ワイコンを取り付けた状態で、でこれから取り外します。すると通常の状態。これやっぱり、良かったっすね。で画角が広くなるんだったら、これ自撮りする時もね手をいっぱいいっぱい伸ばす時、伸ばす必要がなくなるのかな。手をいっぱいいっぱい伸ばす必要がなくなりそう。次にオスモポケットのコントロールホイール開封していきたいというふうに思います。これね絶対必要ないと思ってたんですよ。まあ、なんかあったらスマホをつないでねで、撮影すればいいかなって思ってたんですけど、こいつがねいかんせん重要だったんですね、僕の運用方法としては。で、まあ、結構ね、皆さんもうレビューされてる方がいると思うので、どういうことができるかっていうのはねもう説明省こうかなっていうふうに思います。でこれをまあねこれついてるのでこれ外して、でここに接続すると、持ちにくいかなと思ったらそんなこともないですね。持ちやすいかも。逆に面積が増えるのでね、グリップ感はちょっと良くなるような感じがしますね。ああやっぱこれいいね。あるとないとでも。速度の調整もできる。で、こっちを押すと、自撮りモードに。ワンボタンで戻ってくれると。
で、こっちが、FPV モードで、フォローモードで、あと固定モードっていうことができると。あとね、あとはもうそれだけかな。で、押すと、まあ、これ1回で自撮りセルフィーモードになってくれるのはこれ結構便利だね。ここ下だと3回押さないといけないんで、やってこっちで中心に戻るっていう感じかな。はい、こんな感じだね。これもこれやっぱり はい。でね、アイコンはね、これ結構必須なんですよね。やっぱり画角が狭いんで、広角で撮った方がね、安心感もあるし、なんか見切れてるっていうこともないかなと思うし、あとね、背景も結構映ってくれる方が、旅先とかね、そういう時にはすごく重宝するかなと思って、これは買いました。で、結果的にね、やっぱり画角が広くなるんで、ただちょっとね、このなんだ端の部分っていうのはしょうがないかなとは思うんですけど、まあプロでどうこうやってるわけじゃないので、その旅先のね映像を撮る分にはいいのかなと思って、これは良かったなっていうふうに思います。でね、このねコントロールホイール、これね最初自分いらないと思ってたんですよ。スマホがあるからガチェットさせてやればいいから、こんなねコントロールホイールいらないと思ってたんですけど、スマホをねこう取り出してガチャってはめるこの手間すらね、もう鬱陶しく感じてしまうようになったんですね。毎回こうスマホを出さなきゃいけないっていう。それだったらもうこのコントロールホイールをもうすでにずっとつけておけばね、パンもできるしチルトもこうやってくれるんでね、動画編集のね本当に頭の部分に自分はねいつも使うようにしてます。というか使うようにしたいので、今回ねこのコントロールホイールを買ってみました。やっぱね、この速度も調整できるし、ここのね本体のやつでも、チルトアップとチルトダウンっていうのこう上から下に下から上にっていうのできるんですけど、このね画面でねやるっていうのはかなり難しくて、ちょっとね早すぎたり、早すぎるかなと思ったら今度ちょっと遅すぎたりとかっていうのがあるので、それがねこのコントロールホイールでできるっていうのはねすごいいいなと思いました。はい、ということでね今回ちょっとコントロールホイール と、ワイコンっていうのをね2つ購入してみたっていう動画です。まあね、この動画が良いと思いましたらね、グッドボタンとあとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。